分科会を再開いたします。それでは、協定前に引き続き、質疑を行います。寺田委員。はい。まあ、あの二十七年度ですね。えー、まあ、大きな、あの総合企画局の。まあ、中で、やはり、そのみやこプランの実施計画第二ステージ。の策定、そして、また、あの。 文化庁の、ね、移転の,、まあ、あの決定したのは、まあ、28年ですが、まあ、大きな大きな取り組みがあったということが、まあ、私自身の中ではあの大きく目を引く部分でございます。まあ、その中で、あのまず、総協構想についてちょっと質疑をしたいんですが、えー、これはの、は議会で総協構想という言葉が出たのが、あのちょっと検索しますと、 えー、4年前ですか平成24年の、えー、9月定例会で、えー、我が会派の吉井彰議員が、えー、代表質問で「双極構想」という言葉を、まあ、用いたという形であのそれまではですね私もあの前回の市長選挙の、まあ、ある意味公約というかそういうのも書かれていただく中であの考え方はねそういう「総極構想」というと考え方なんですがなかなか言葉的にですね まだあ一般的に、まあ、あ周知されていないこともあって、えー、都市核格の向上というふうな表現で,です、ね、あ4年前のときにはあさせていただき、まあ、今年の市長選挙では総協、まあ、構想という言葉ばを、まあ、入れてです、ね、市民の皆さんに、まあ、あお聞きいただいたという形なんですが。 やはりこの創業構想という考え方、そしてまたこの言葉もそうなんですけど、市民の皆さんへの広がりっていうのをね、まあ、皆さん方としてはどのように認識されているのか、あのまあ、27年,の7年度の決算でもです、ね、この創業構想の実現に向けた調査、研究という形で上がっておりますけれども、お答えをいただきたいと思います。 岡京都創生推進部長ありがとうございます総協構想についいてご質問をいただきました総協構想につきましては、議員ご指摘のとおり、平成24年から会派の質問ということもございましたけれども、また京都の行政、経済界、大学会、文化芸術、メディアのトップが30年後の京都のありたい姿を自由に語り合い、オール京都で市民、府民が一緒に目指したいと。 思う未来像を描くことに目的に設置された京都の未来を考える懇和会というところで発表され京,京都の、まあ、オール京都として京都ビジョンの2040年2040というものに盛り込まれておりまして京都市京都府及び京都の経済界が連携してその構想の実現に取り組んでおりますこの総教構想の、まあ、市民の中に対する認識ということでございますけれども、まあ、やはりその こうまあ、行政の側からです、ねえー、使っているという言葉でもございますので、えー、まだまだその市民の中にですべ、ねえー、てまあ会社しているというふうには思っておりませんので、我々としても総局、えー、構想の中身、まあ、理念であるとかについて、えー、機運情勢を図る取り組みとのまだまだ図っていかなければいけないというふうに考えております。寺田委員 まああのもちろん国においてはねそのご皇室のあり方とかいろいろと議論をされているわけなんですけれどもやはり京都としましてねあの文化庁がまあ京都へ移転するという形なんですけれどもやはりご皇室の方にお越しいただ機会を増やしていただきたいということは考えてからもしておりました。でやははりり京都にはご公室ゆかりの なんて言いますか京都の公共施設も動物園しかり美術館しかりですけれどもほ、まあ、他にもですねさまざまなゆかりのものがあるという中でですねこういったものをしっかりと進めていただきたいというふうに思っております、まああの私自身は、まあ、動物園はちょっとなかなか難しいかもしれませんけど美術館なんかはですねそうしたご皇室ゆかりの品を常設するようなね ものをしっかりやってほしいという話もしてたんですけど、まあ、どうもちょっと文化。市民局はそういうことには耳を固める。向けるつもりはないようです。けれども、まあ,あのしっかりとですね。その辺、総協構想という部分についてはえ、総額局の方でまやっていただきたいと思います。 それから、百人委員会というのがございまして、ずっとこういう形でされてて、私がちょっと認識するところでは、27年度で一定一区切りで、ですね今年度にはまた違う形で、こういった市民の意見を聞く形を取っておられるということなんですけどただ、この百人委員会ですね、すごい趣旨とか、やっておられる中身はね、 あの非常に私たち自民党市会議員でも評価してたんですけど、やはりいつも言ってたのがね、百人委員会のいろんな議論をされてることとか、提言されてることと、議会の連携が全然まあしっかりしてないということを言ってきました、でこれがなかなか改善されない、1 0百人委員会でこういうことを中心に議論された、そしてこういったことが、あのし 実際ですね実現していくためにという形で議会と百人委員会の連携みたいなのをねあのいく度となく言ってきたんですけども、まあ、なかなかそこがあ最後まで、まあ、なかなかうまくいかなかったのかなと思うんですがあの第5期のですね27年度の成果報告が10月3日に。 まあ出たという形で、ネットでもまあ公開されてるわけなんですけれども、このあたりですね、この27年度の成果と議会との連携については、どのようにお考えでしょうか松野創生戦略市民共同推進部長。はいありがとうございます。 えー、未来まちづくり百人委員会の件でございます、えー、平成20年から27年まで、えー、この活動がございました、えー、実人, 450, 人450名の方に活動をいただきまして、えーえー、今回27年度で終了いたしましたがその後の 活動している団体もございまして、またいろんなあの市民参加方の事業に参加するなど広がりがございます。このあの百人委員会のあの活動につきましては、まあ報告書という形でまとめておりまして、京都市の情報館のホームページ等では掲載しておりところでございますが、なかなかその活動が見えにくいという点もあのご指摘を今頂戴いたしました。 まあこの委員会は申しをいたしましたが、あの今のみんなごとのまちづくり推進事業、いわゆる事業について、また参画をいただいている方など、いろんな形でこの市民活動が広がっておりますので、今後、司会との連携というものを視野に入れて、どうやったら情報を正しくちゃんと伝えられるかということを考えていきたいと思っております。以上でございます寺田委員 もうずっと言い続けてきてねで自民党議員団の要望にもいいまた、私も機会を見てですねそして言ってきたにもかかわらず、まあ、最後までですねやはりその辺はなかなかお聞きいただけなかったかなと思うんですけれどもあのまあ、そもそも百人一会っていうのは,やはりその市民の声を幅広く聞くっていうことでありましてね。でただまあ 最後のその後半の部分はちょっと私もあのなかなか声が聞けてないんですけど特に前半のときにはですねよく聞かれたのがせっかく100人会で一生懸命まとめてもですねなかなかあの議会で通らへんにゃとかねあの議員の理解が得られへんにゃみたいな話がねあの当初、出とったということで非常にですねあの我々としては気分を害したこともありますしあの100人委員会とですね私ら議会がそういった なかなかその交流がない、直接、まあ、の委員さんは私知ってますんでね、何人かの方とお話してますけども、いわゆるその組織としてねあの、なかなかないので、結果としてですね、何かその役所の方が両方うまいこと使って、 100人会で、いや、議会がなかなかねえとて言っておき、時我々に対しては、いや、100人会か,からこんな出ましたみたいな、そういう、機能もまああの審議会の話がありましたよね、審議会と議会の話があって、ああかつては自民党の議員団会議で、審議会と議会がどっちが大事なんだって言われたときに、答えられなかった、それはもう審議会の方が大事やなみたいな話になってましたけども、やはり私らにしたらね、何がどうのコーナーじゃなくて、やはりそういった、 情報共有したりとかねいうふうにしていかないとその行政があってここと連携します行政があってここで連携しますみたいな形でこうなってしまいますとねやはりその百人委員会と議会っていうこのパイプがなかったらですね私自身はうまく機能していかないんじゃないかなっていうことを言ってきました、まあ、あの今後形を変えて、まあ、あのみんながどうですかこれも、えー、一言ではないまあ 自分ごとみんなごとっていう形でねやっていくって話なんですけどもやはりその辺はね議会と十分連携を取っていただいてね、あのーまあ、進めていただくということが良いのではないかなというふうに思います、まあ、ただその成果報告書第5期のやつがまあ今出たばかりですのでねできればこの成果報告書なんかも、ね、うまくこう議会と連携してねされるというのは私は あせっかくの、ね、この百人委員会の最後の成果としてふさわしいんじゃないかなと思いますし、そういったことも併せてご検討いただきたいと思いますけども、いかがでしょうか松野部長。百、はい、人委員会の活動がなかなか見えにくいということ、情報提供はなかなか不十分であるということをご指摘、賜りました。 ご指摘を踏まえまして、百人会の報告書につきましてもあの、まだできたばかりでございますが、そういったものもまたお見せして情報提供していきたいというふうに考えておりますし、また新しくできましたこの市民参加型のみなことのまちづくり推進事業についても、こうした歯科への情報提供の在り方について、少し具体的に考えてまいりたいというふうに思っております。以上でございます寺田委員 はい、あの続きまして、えーまあ政広報等なんですけども、まああの、多様な媒体を活用した市政広報、校長の推進という形で、まあ、午前中もね、あの伝える力というのが、まあ 一つの言葉として出てました。で、まあ、あのこれはあの私自身が京都市長選挙の時にですね。やはりあの、えー、京都市政え、角川市長はじめですね。皆さん方っていうのは、あの非常に評価の高い。仕事もたくさんされている。ただ、それがなかなか市民に伝わっていない。 だから伝える力っていうのをしっかりつけなければいけないという話をさせていただきましたその中で非常にですねこの京都市の市民新聞などもですね今までのの従来の殻を打ち破ってね 非常にまあ、もちろんそう批判される方もおられるとは思いますけれども、あの第三者からも一定評価をいただいたというふうなことも聞いておりますし、また多くの市民の方からもですね、改めて手に取ると言いますか、そういった機会が増えたのではないかなというふうに思っています。やはりその伝える力というのはもうほんまにあの議会も弱いんでね、あのなかなか皆さん方に言いにくいんですけども、やはりこういったことを高めないとね、せっかく しっかり仕事をしているとも、あるいはせっかく市民の皆さん方にね、ここのことは知っていただきたいと思ってやっていても、結局伝わらなかったら、市民の目から見たら、あ京都市は何もしてくれない、行政は何をしてるんだというふうになってしまいます、まあ、そういった意味では、この部分というのはあの、さらにですねあの磨きをかけていただいて、多くの市民の方にお伝えいただきたいというふうに思います。で合わせてこれれれはあの常任会ででもも少し触れたんですけれどもやはりその 司会の,あのポスターですねであの私はまたあー何年かぶりですけれどもあの市政協力員といいますか町会長をしておりますので、まあ、市政協力もしてるんですがあの京都市の広報板にそのままポスターを貼るという形で月2回ですねあの来るんですけども、まあ、京都市としましては基本3枚、まあ、場合によって4枚ですというふうにおっしゃってますけども。 えー、今月も,です、ねえー、もう保健福祉局の関係のやつもありましたので結局5枚ぐらいで共同募金のやつも入れると6枚という形で、まあ、もちろん、さ京都市が、えー、オフィシャルにです、ね、やっているものとそうでないものがあるかもしれませんけど地域のものにしたらです、ね、やはり同じように受け取るわけですね、まあ、そういった意味では私自身は、ね、このポスターの在り方というのはやはりこう見直していただくべきじゃないかな。でおのおのね、そうやりたい人が 主催者がまあポスター作って持ってきはるという形なんですけど、中には、ですねこれまだもうしばらく貼っとかな、これ、市民の皆さんに見てもらわなあかんの、違うのっていうポスターが、例えば10月1日から10月15日までで書いてやったらね、次のポスターがもう来ますからね、外さざるをえない、そうしないと、ポスターがずっとはみ出して、すごくあの混雑というか、こうなってしまいます。そそそういうういい見にくくなりますののででった意味ではその 適正な春時期っていうのは広報の方で調整されてやってるんでしょうけどもただ、例えばその中には10月末に開催されるものなんかはですねやはりもうしばらく貼っておいた方が市民の皆さんにとってねやはり良いのではないかってう思うのがあるんですよね。だかららおそく町内会判断で もうそれを外さずに次また新しいのを貼ったりされるんで街中歩けばですね時々ポスターがあの5枚以上ずらずらずらっと並んでる場合なんかはおそらくそういうことになってるんじゃないかなと思うんですけどあのまあ京都市のねあのいわゆる市政だよりっていうんですかねあの バスや地下鉄の中でこう出されてるなんかも非常にコンパクトにまとまってです、ね、トピックスになってますよねですからそういう意味では、ね、私は広報の方も例えばそういったいろんなイベントがあるんであればです、ね、そうして集約して出すとかそういったことを考えることも必要なんじゃないかなですから要は主催者にあのとこデザインしなあなたとこポスター作りなさいという形でやるだけではなくてね やはりそういった限られたスペースで市民の皆さんにお願いをして貼っていただくわけですからより効果的な広報の在り方としてはねこれは私はこれを見直す時期に来ているんじゃないかなと思うんですけどもいかがでしょうか上田市長公室長はい広報、えー、版についてのご質問でございます、えー、委員の方からかねてから、あのー、ご意見あのご質問等ございました件でございますあのー 市政広報板につきましては、えー、現在のところ、京都市発行の広報観光物、 とえー、これがまず優先して貼るということ。でさらに、えー、町内が主催する行事、ポスター、これなども、えー、もし空きがある、あるいは少しスペースがあればあの貼っていただくということで、えー、どうしても現場対応でやっていただいた部分があのかなりあったかというふうに考えております。でそれは一つはあの広報板自体の大きさも地域によってまちまちという実態もございました。ただ え先ほどの伝える力と同じことだと思います、やはりあの実際、受け取る側の立場に至ったときに広報版の枚数に、ポスターを貼る枚数に限りがあるのに、こんだけ来てどうするんやと、まさにもうその通りだと思います、で私どもの方では、どういう形でこれを整理していくのかというのを、文化市民局の方とも現在、協議をしているところでございます。 ただあの、協議をするだけで、えー、一歩踏み出せないというのでは全く意味がないと思っていますので、例えば、市広報の、えー、市発行の枚数を少し減らす、その場合には先生おっしゃったように、いくつかの案件を一つのポスターにするというのもあると思います。ことができないかということですとか、あるいは、えー、区役所の方でもう少し、えー、区役所内のいろんな広報物についてコントロールすることができないかなどについて議論しているところ でございます早急に少し対策を取りまして現場で一生懸命貼っていただく皆さんに混乱のないような形で努めてまいりたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。寺田委員 まああのこれはね、えー、まあ文化市民局の領域にあの入っていくことなんですけど、やはりその市政協力員さんの、ね、負担軽減も考えていかなければいけないんですよね、でこれ、まあ、あのいわゆる地域コミュニティ、まあ私自身があの代表質問でも条例がすべきだという話をさせていただきましたけれども、町内会、自治会、入っていただくためにね、一つのネックになってるのが、この町内の役員のまあ負担感なんですね。で私ははは必必要要なな負負担担ででそそれはそれで 住民自治という考え方がすれば必要だというふうに思ってますけども、やはりその省略的部分とかね、そういった部分は検討する必要がありますし、今、月2回ということですけど何もそれは月2回に限ったことじゃなくてね、私は月1回でもいいと思うんですよ、月1回、例えば1日に貼っていただく、そしてまた来月の1日に貼っていただく、その代わり1ヶ月間の情報をコンパクトにまとめて、ですねそして枚数も2枚程度にしていく、そうすれば、地域でですね何か貼りたがっても貼っていけるとか、まあ、そういった、やはり、 大胆なです、ね、切り替えをこの時期にに検討してていいいたただきたいという,ふうに思っておりますそれからあのその次の質疑ですがあの、海外の関係ですね、京都フィレンツェ50周年ということで、まあ、あの私もあの参加をさせていただきました中で、やはりあの訪れないとわからない部分というのは、まああの、こちらの方から見てて、まあ、いわゆる日本の価値観、京都の価値観で、 物事を全て喋ってはいけないんだなっていうのはやはり向こうに行って感じましたしフィレンツェに住んでおられる日本人の方ともいろいろとお話をさせていただきましたでそういった中でミラノに行った時もそうだったんですけどもイタリアの方の目線イタリアの方の価値観っていうのを大切にしないと。 京都の価値観だけけを押し付けてたんではです、ね、これは国際交流にもなりませんしまたなかなかですねあのいろんな、えー、幅が広がっていかないという中で、まあ、ただ一方難しいなと思ったのはその古い町並みを守っておられる中でね石畳のまあ結構急な坂なんかもたくさんあるんですけども、まあ、これはとても車椅子で通れないなというようなところが、まあ、たくさんあたん まあ、残っているただそれをやはりその町並みを残すということを選択されたというねそのまあ何て言いますかそういったことをきちっとやっぱりやっていくということの大切さもあの取捨選択の話だと思うんですけど非常にまあ難しい。 いい問題だなですからその町並みだけを見てですねただ単に美しいという感じるんじゃなくてこれは深く政策にも関わってくる話だなというふうに思っていますだからまああのどこの姉妹都市行ってもそうなんですけど私自身がいつも提言してるのはやはりそのフィレンツェの皆さん方にね京都が姉妹都市だっていうことは分かっていただけるような仕掛けっていうのは ししていいと思いま,すしまああの庭園とかもありましたんでねそういうのは見させていただいたんですけれどもあのそういったものは更に広がりを持ってよいのかなと思いますし同時に京都の市内もですねやはりフィレンツェが姉妹都市になってるということを感じられるようなね 場所であったりそういったものがどの程度あるのかなというふうにも思いますんでねそういった意味ではあ私はあの本というのは非常に有効だと思いますし本屋さんとか図書館とかにですねそういう姉妹都市コーナーという形でやっていくというのはあの京都においてもそうですしそのフィレンツェの街においてもそうではないかなというふうに思います。まあ、これれはあの提言だけに留めますそれからあの 優しい日本語ということをですねあの考えてからちょっと国際交流室の方にはお願いしておりましてやはりその海外の方にとってあの我々先ほど言いましたように日本人の目線から京都の人間の目線から すぐに物事を考えてしまうんですけども、海外の方の目線からすると、なかなか日本語として分かりにくい、ですから、ふりがなを売ったり、大きな文字でふりがなを売ったりとか、さまざまなです、ね、そういう形をやっていかないと、災害時であったり、そういう時に対応が大変だというお話をさせていただきましたけども、今現状ですね、どういう形になっているのか、お聞きしたいと思います。マキ国際化推進 ありがとうごござざいいいまますす優しい日本語の件でございます従前から寺田先生には、優しい日本語の重要性といったものを訴えていただきまして、我々も鋭意取り組んでまいりました。現状をご報告いたしますと、直近では去る8月に地域、地域自治推進室が自治会、そして、すいません、町内会、 に入りましょうというチラシを作っていただいてますで、実はその裏側に優しい日本語で外国人外国籍の皆様にも分かりやすくその町内会に入っていただけるような文章にしております この町内会、自治会に入,る入ろうという取り組みに関しましては、多文化施策審議会の中でも昨年度、提言いただいた中で、日本の方に外国籍の方がいらっしゃるということを知っていただこう、一方で外国籍の方にも日本の町内会の皆さんと仲良くしましょうというふうな提言がございました、それを両方とも生み出すものであるというふうにも考えております。 さらに、このチラシ以外に、防災関係でございますが、今年度、京都市防災危機管理情報館の方が、ホームページをリニューアルいたします。で、多言語化に、日本語以外の,その英語、中国語、韓国語等の多言語化をするんですが、そこにさらに加えて、優しい日本語を加えてほしいというふうにお願いをいたしまして、今現在、作業が進んでおります。 これもやはり災害時には優しい日本語でお伝えすると緊急時にはその難しい日本語ではなくてもう素早く逃げろっていう一言で伝わるようなものになっていくものであるというふうに考えております。そそしてそれ以外ですねこの4月からネットワークサロン 東九条のネットワークサロンが保健福祉局から国際化推進室の方に移管してまいりましたその関係もございますしやさしい日本語の研修会そういったものを国際交流会館そして東九条のネットワークサロンこの双方で実施いたしておりますその際には有志の皆様でございますがやさしい日本語有志の会ということにご協力いただきまして実施をいたしております さらにまあ職,員の職員向けの研修といたしましては、先ほど区役所におきまして、7月から3回に分けて、職員向けにも優しい日本語の取り組みについて研修をいたしております。まあ、こういった取り組みをどん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 進めまして、多言語化も大事ではございますが、やはり最初に外国の方も、やはり日本に来られた以上は、ある程度の日本語を理解されているという前提もございますので、簡単かつ即効性のある、 優しい日本語について取り組みを進めてまいりまして、今後とも多国籍市民の皆様が京都で快適に過ごしていただけるように、そしてまた京都にお住まいの日本人の皆様にも、外国籍市民の皆様との意思疎通が図れるような、潤滑な意思疎通が図れるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。 あの、しっかりと進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。それから、あの書類調査でですね。あの、少し行財政でも触れたんですが、えー 京都省レセプションのの負担金といいうのがございました12月28日百135万円稲盛財団に支払っているということでして、まあ、あのこれそのものはあの、まあ、私自身もあの京都省そのものが稲盛財団さんがされているということであの全てそういう形なのかなと思ったら、まあ、あのこのレセプションについては京都市が公費を出しているということでございました。 であのまあ、あ大隅先生もですねノーベル賞を受賞されましたけども2012年には京都賞も受賞されているという形で非常にそういった意味ではあの国際的にも評価されているという形だと思うんですがやはりあのちょっと確認をさせていただきますとどうもその議会に対してですね なんか説明された経過がないようにも思いますただまあスタートがこれ、えー、昭和60年頃ということで約30年前から始まっていることでございまして、えー、なかなかですねあの電子的な議事録もその頃にはまあないということであのなかなかそこまでは検索難しいのかもしれませんけど少なくとも私の調べた限りでは議会の方にその京都省のレセプション にににを出すすとといいいううことについての、まあ、説明がなかったように思いますそれともう一つは、この負担金ですから、何かお聞きするところによると、支払って後から戻ってくるというようなお話もありましたけれども、この11月,19失礼11月9日に開催されて、その後にですね、えー、支払ってるわけですよね、それで後から戻ってくるというのは、ちょっと意味がわからないんですけれども、その辺はどうなってるんですか。 牧出張、えー、京都省でございます。 支払いの経緯でございますが、毎年3社、京都市、そして京都府、稲盛財団の3社で協定書を結びまして、で京都市、京都府に関しましては、上限を135万という上限を定めまして、支払いをいたしております。で通常、今年度中、11月に開催しますが、現在、支払いの手続きをしまして、でその終わってから135万に満たない場合、 えーえー、均等割をしまして、え帰ってくるという、仕組みでございます。辻、はい、プロジェクト国際化情報化担当す。すみません、ちょっと修正をさせていただきます。あの、えー 毎年協定書を結んでそれに基づいて135万円を上限として京都市が負担額を負担をするというところをまず決めまして実際にその後事業を実施して正確な金額が決まるその後それを3社で割って135万円の以内で収まるようであれば135万円の範囲内で支払うということでございましてあの先生すみませんあの帰ってくるということは ないといいととうことでございますその辺ちょっとすみません、あの事前の説明があのしっかりしていなかったということで、申し訳ございませんです。寺田委員ということは、要するにその協定書を結んで、135万円上限で支払いますよというふうに協定を結びました、で11月9日に開会されました。で結果として 135万万万額くださいと言われたんで、12月28日に支払ったという流れですよね、それやったら、最初の説明が、ちごたということですね、やはりその辺は正確にご説明をいただきたいと思いますま、私はそのお聞きしたときには、いやいや、負担金として一旦払って、そして生算して、いらない分は戻ってくるんだというふうに聞いてたんですけれども、今の話であれば、そうではなくて、最初に協定を結んで、いわゆる生産っていいますかね、最後にこの 金額ですよ。と言われて支払うみたいな形だということですね。はい、まあのその辺もですね。やはりあのまあ、決算の時ですから、まあ、しっかりとあの明確にしたいというふうに思います。で、やはりあの私自身はね。これまあ30年間続いてるということで、あのそれはそれで一つの歴史があろうかと思うんです。けれども、やはり30。年 という考えますとね、もう,こういてる議員も、もう大多数変わっております、まあ、そういった意味では、きちっとですね、支出に対する説明も必要だと思いますし、もう一つあるのはですね、やはりその、京都省そのものはね、<laughs> まあ言うたらその一部のレセプションだけを公費で出すということですからこの辺は,、ね、やはり十分市民にいい理解していただくように説明をしないといけませんし私もお聞きしたらです、ね、そさまざまな受賞者の、まあ、いわゆる講演会であったりとかです、ね、そういったあのフォーラムとかで無料で、ね、そうした受賞者が来ていただけるんだということもあるんで、ね、その公費を出すということはこれは非常に私は。 正しい、まあ、ある意味、使い方だと思いますけれども、だからこそ、それをしっかりと市民に見せていただかないと、何かあのこれ、招待客限定になってますから、何か一部のです、ね、招待客だけが行って、そこに公費を払っているというふうにね、見られてしまいますと、これは非常に残念な形になりますんで、そのへん、しっかりと市民に還元するということを、議会にさらに説明していただくように要望して終わります進行いたします伊坂委員 まず1点目は、北陸新幹線の誘致問題、まあ、延伸問題と合わせてお聞きをします、まあ、あのこの総合企画局に推進室が設置されたのは今年度なんですが、まあ、去年からずっと議論をされてきたかと思いますので、で実際問題、推進室が設置をされて、今、どんな仕事をやってますか。 山本総合政策室長、はいえー、新しい組織が今年度からできたということのご質問でございます、あの大きくは、えー、国への要望活動、それから、えー、市民の皆さんへの周知、啓発を図るという、こういった活動をしております。リニアと 同じ質だから同じようなことをやっているというふうに思うんですが実際問題ね、ね今、国と JR とそしてあの与党の推進のためのプロジェクトチームこの辺りが盛んに議論をしていやあっちだ、こっちだあっちは安い、こっちは高いこういうふうに、ね、いろいろ議論されていますが実際問題ね、ね敦賀から大阪に行くルートについて 京都市に対してはどういう情報が入ってきてますか。山本市長、はい、えー、鶴ヶ伊勢の、えー、ルートについてどういう情報が入ってきているかということでございます。あの与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームの、えー、北陸新幹線鶴ヶ大阪間の整備検討委員会におきまして、今、えー、鶴ヶ伊勢のルートの検討が 行われているところですでその中で4月このプロジェクト委員会におきまして中間取りまとめが行われ,て行われましたでそこでプロジェクト委員会としての候補のルートにつきましては小浜舞鶴京都ルートこれはあの鶴ヶ駅小浜市付近舞鶴市付近京都駅それから新大阪駅と。 それから2つ目が、えー、小浜、京都ルートとしまして、敦、え、賀、ー、駅、小浜市付近、京都駅、新大阪駅、それから米、えー、原ルートとしまして、米原駅、敦、え、賀、ー、駅から米原駅という、このルートでございまして、あのこの際、米原駅では乗り換えて、米、えー、原駅、京都駅、新大阪間というのは、東海道新幹線を利用するという、この3ルートが、えー 候補として挙げられまして国土交通省に約半年間程度の調査が求められておりますでその結果をまあ踏まえつつ最終的なルートを決定すべきとそういうことでございますまたあの追加といいますこの中間取りまとめの中にはあの京都新大阪間についてはあの学研都市 付近をまあ経由するルートについても調査することであることとか、あと、え関空へのアクセスについても、あの整備計画の範囲外ではあるがあの、別の場において早急に検討すべきというふうにされております。でこの調査が国交省において行われておりまして、今月中には調査が完了して、えこのプロジェクト委員会に報告がされると。 いいう,うなことを聞いております、はい、伊坂委員たい、まあ、そういう話だと思うんですよね、あの新聞にも出ている通りです、でそれでね、まあ、今月中に中間取りまとめ、えー、調査がまとまって、今年、今年中にもルートの確定をしたいということなんですよね、でその与党のプロジェクトがまあ中止になってやってるんですが、まあ、その筆頭閣が西田参議院議員と。 先日あの、南部の方の決集会もやられたそうですが聞いてみますと、ね、10月の末にこの延伸ルートの中で小浜舞鶴京都これを求める、ね、京都府の北部の市町村で京都駅学研都市で大阪これを求める、ね、京都府南部の市町村これそれぞれ、ね、作られていて。 いわゆる規制同盟みたいなのがで10月の末に東京で一大決起集会をやって一気にこのルートをぶち上げるとこういう話になってるんですが京都市はその決起集会に参画をする予定ですか山本市長総決起集会についてでございますがのまだ本件につきましては例えば 決,意決議文でありますか、そういう,うなの内容が、まあ、こちらにも伝わってきておりませんし、まあ、詳細がまだあの判明しておりませんので、えー、出席については、こういったことが判明し次第判断してまいりたいと考えております伊坂委員。聞きたいのは、情報をつかんで,で判明したら、参加をする方向なのかかどうか山本市長。 えー、参加の方向かどうかにつきましても、含めまして、今のところ、そこまでしか情報がございませんので、今、ここでお答えすることはできないものかと考えております伊坂委員、ほな決まったらまた教えてください、それでね、誘致推進室というからには、リニアとセットで、北陸新幹線誘致をするわけですよね。でそれで じゃあ北陸新幹線誘致をしたら、どういうメリットがあるんですか、はい、山本市長、えー。北陸新幹線についてでございますが、意義、まあ、になってくるかなと思うんですけれども、まあ、首都圏と北陸、それから近畿圏を結ぶ新たな国道軸を、まあ、北陸新幹線というのは形成するものでございますし、えー、移転の時間いや,いや移動の時間にが短縮されることによりまして、 社会活動であるとか、あと経済活動がま活性化する、それから東京一極集中の是正それから国土の均衡ある発展に寄与するものということで、大変重要なプロジェクトであると考えております。またあの京都駅への誘致ということもやっておりますけれども、あのこれにつきましては。えー 北陸新幹線が京都駅に接続するということで、例えば既存の鉄道ネットワーク、これはあの京都駅というのは東海道本線もございますし、山陰本線、湖西線、それから近鉄、地下鉄とつながっておりますので、こういうなんとのもつながることができますし、近,隣の近畿の近隣の市町村全体の活性化につながる。 とということもありますしそれからあの日本、えー、また京都を含みますあの観光京都はあの、えー、観光地でございます,あの,でございますのであのこの京都が日本を代表する観光地として、まあ、全国につながる元ととなるものということでもございますしまたあの、えー、我が国が歴史と伝統を生かして 発展続けるというためには、ものづくりでありますとかあの、精神文化、学術文化、それから宗教、えー、観光振興とか、そういった要素が極めて重要でありますが、あの日本の、えー、精神文化の拠点都市であり、ものづくりの都市として、まあ、大きな役割を果たしてきているこの京都に、北、えー、陸新幹線が通るということは、日本全体の、えー、将来にとっても、極めて重要であるというふうに考えてございます。伊坂、えー それはね、リニア中央新幹線誘致と全く一時一区一緒じゃないですか、リニアを、ね、誘致するんであれば、まあ、それはあるかもしれないけど、北陸ルートでね、東京から、ね、長野通って、北陸通って京都に来るねで、それが今言ったようなことにね、なぜつながるのかね、私よくわからないんですよ、まあ、ストロー効果があるっていうよくやれるけども、それも不思議だし。 一番のね、メリットっていうのはね、誰が望んでいるのかということでしょ、うこれ、西田さんがこの前ね、言うてはりましたわ、来年度の新幹線の概算要求、予算要求ね、755億円ですよ、755億円やったら、40年経ってもできないと、ところね、4倍ぐらいに膨れ上がらせないと、ね、期間を短くすることができないと、でそれで、参院新幹線を作るんだと。だから大浜かららマ行って 京都でで前図から今度は山陰に、ね、向けて新幹線を作るんだとだから一大公共工事、公共事業、ね、プロジェクトを作ってやるっていうのは、ね、そういうことだとこういうふうに、ね、彼はおっしゃってるわけですよ。でそれで喜ぶのは誰かって言ったら、ね、やっぱり、ね、財界でしょ仕事が増えるだけだから,、ね、だからそうやって、ね、どん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 広げていくっていう、ね、ことが日本の経済にとって本当にプラスになるのかどうかと。 まかつてねあの、公共工事を減らすというふうに言った人もいましたけど、必ずしもそうばっかりじゃないと、そういう流れの中で、今度の、ね、北陸新幹線が誘致をしていくんであれば、観光客とか、ね、活性化とか言ってるけど、まあ、それは二、ね、の次、3の次になるんじゃないかというふうに思うんですけど、そういう指摘についてはどういうふうに思ってますか。山本市長、えー 本社といたしましては、先ほど申し上げましたことが、あの北陸新幹線、こいつの意義,で意義であると考えておりますし、確かにあの同時に経済も活性化していくということも本当だと思います。伊坂委員だからね、巨大な公共工事、公共事業で、経済を活性化していくっていう時代がいつまでも続くものではないということはね、はっきり指摘をしておきたいと思うんです。じゃあ一方でね 北陸新幹線誘致をするんだけど、デメリットについては何か検討してますか。山本出張。デメリットということかどうかはあの、判断の分かれるところかなと思いますが、あの地方負担でありますとか、並行在来線という、そういった課題はあるかと思います。伊坂委員。ままず聞きましょう。ううう地方負担にに、ついいてはどういうふうに 受け止めてますかどういうスキームになっているのか、教えてください。山本市長地方負担についてでございますが、整備新幹線、北陸新幹線は整備新幹線の一つでありますが、あのは独立行政法人の鉄道建設、運輸設整備支援機構が、鉄道施設を建設、それから保有して、営業主体であります JR に対して施設を貸し付けるという上下分離方式によって運営されております。 また、JR は、受益の範囲において、同機構、この機構に対して貸し付け料の支払いを行う、それから財源につきましては、JR から貸し付け料の収入を除いた額を、国と府県が2対1で負担することとなっています。また、府県は利益を受ける限度での負担の一部を市町村に負担させることができるという、こういう仕組みになってございます。ということなんですよね。 だからよく言われるのは、ね、国が3分の2で、ね、地方が3分の1だとこういうに言われてるんだけど、まあ、実際には貸付料などで JR の負担があるからそれを除いて、ね、3分の2と3分の1になってなおかつ3分の1の都道府県の負担は利益、受益を受ける分に沿って市町村にも負担を言、ね、うことができるとこうなるんですよ。だから最初言ったように 皆さん方は京都駅ルートも含めてて考えてるわけですよね。で京都駅をもし、ね、実現したとしたら当然京都市も受益を受けるということになるんで京都市も一定の負担が求められてくるわけですよねでこのスキームに基づいてどれぐらいの負担が来るというふうに想定してますか山本市長 現在ルートにつきましても、まだ先ほど申し上げましたように、決まってございませんし、どれぐらいの公費がかかるかということも分かりませんので、そこは分からないということでございます伊坂委員。まあ、それはそうですよね、別に釜か,かけていってるわけじゃないんで、ルートが決まっていないから、計算はできない。だけども、じゃあ、聞きますけど、京都駅ルートを作った場合に、京都市における財政負担が生じるかどうか、いかがですか。 山本市長これも同様に、わ、えー、からないというのが答えになるかと思いますわからないはずないですよ、理屈で考えたら、あなたがおっしゃったんですよ、市町村も受益に応じて負担を求められると、こういうふうに言ってるわけでしょ、これが新スキームなんですよ、だから都道府県、京都府だけの負担じゃなくて、京都市にも一定の負担は来ると。 でその負担を前提にして考えているのかどうか、何も負担なしに駅だけね、作ってもらってで、それで観光客が増えて、京都市の経済が豊かになると、こんな甘い考え持ってないでしょうもう一回聞きます、それは、ね、やっぱりね、行政の役人として答えてくださいよ、京都市の負担が求められるのかどうなのか。山本市長、えー、その可能性が ないということは言えませんが、そういうこともございますので、あの例えば、えー、京都市におきましては、あのこの2月に、えー、先ほど申しました、えー、プロジェクトチームの、えー、委員会の場合におきましてあの、意見、意見聴取というのがございましたが、その中で、えー、建設事業費に対する、えー、地方負担の問題であるとか、並行在来線の問題にも配慮いただきたいと。 こういった説明も行っておりますし、さらにあの京都市も加盟しております、関西広域連合としても、並、えー、行在来線についてでありますとか、地方負担に関しましても、えー、特に地方負担につきましては、えー、費用の在り方とか、その他の課題を関西全体として乗り越えるように取り組んでいくということを表明しているところであり、えー、国への要望も行っているところでございます。 本件につきまして、引き続き京都府でありますとか、広域連合とも連携しながら取り組んでまいりたいというふうに考えております伊坂委員。だから本州の負担もあるということはお認めになった、だけどそれがいくらになるのかわからないということでしょう、そしたら逆に聞きますけど、そんなね、あやふやな状態なのに、なんで北陸新幹線の誘致ということを掲げて、室まで作ってやるのかと。 これでは、ね、やっぱり市民に対して説明できないというふうに思うんですよね、これは念頭においていただきたいと、でもう一つ、在来平行線、平行在来線の問題出ましたけど、これも、整備新幹線の場合に新たな法律が作られて、基本的には、整備新幹線通ったら、ね、平行して走っている在来線は、第三セクターにするか廃止するか、どちらかなんですよね。で 彦根ルート、あ,まあ、彦根ルート、あ、個性ルートですよね、個性ルートが、まあ、あるかどうかわかんないあ、できるかどうかわかんないけど、あると。ほんで、オバマ舞鶴、京都ルート、どちらも個性線と、そして山陰本線が在来線に、在来平行線になると思うんだけど、これがもしね、第三セクターになって、ね、負担が求められる、あるいは廃止になる。 今北部で第三セクターが今苦戦してますよね。そういうことが私たちの身近な京都市民にとっても出てくる可能性があるわけですよ。それについてはどういう認識を持ってますか。山本市長、平行在来線についてでございます。本件につきましても先ほど申し上げましたようなようにプロジェクト委員会 での,あの京都市の意見聴取の場におきまして、並、えー、行在来線問題についてもまあ配慮をしていただきたいと、こ,のこういった旨を説明しておりますとともに、また、あのー 関西広域連合といたしましても、並行在来線については、京阪市の一体となった交通ネットワークを形成する幹線交通としての重要な役割を果たしているということからも、経営分離がなされないことを求めておりますので、こういったところとも連携しつつ、取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております伊坂さか、えーまあ、もちろん、ねあの、北陸新幹線で唯一ね、長野で、 JR ののまま残ってるるが、ね、1つだけあるんですよ区間1つだけねだから可能性がまあ残ってるかもしれないけどそういう議論をするともう北陸新幹線が来るのが前提となるんであんまり、ね、踏み込みたくはないんだけどもそうやって、ね、北陸新幹線来た場合にね、まあ、デメリットといったら、ね、あなた方は言いにくいかもしれないけどそういう懸念が想定されるっていうことも含めて誘致を進めてるっていうんだという点を、ね、しっかりと。 理解をして、受け止めてやっていただきたいと、引き続き、これについては、ね、警鐘を鳴らしておきたいと思います。で、まあ、ここまでちょっと厳しい話をしましたんで、今度はちょっと違う国土で言いますけど、本市の平和関連施策、総合企画局が担当してるんですけど、8月にこの市役所本庁舎の入り口のピロティでで、原爆のポスター展がやられました、同じく区役所でもやられました。 これについてはどういう中身でやられたのか、簡単でいいですから、説明してもらえますか。山本市長。ポスター展のことでございますが、えー、これは市民の皆様に世界平和について、今一度考えていただくきっかけとしていただくということで、えー、平和首長会議が、あのー、作成しました。 ポスターこれが広島長崎被爆の実相等に関するポスターというんですがこれを使用しまして平成24年度から行っている事業でございます本年度も今年も市役所正面の入り口付近で展示しましたし昨年は戦後70周年という節目であったことからも2カ所の区役所で本年も区役所でも 一部開催展示してまいりたいというふうにもう済んだのもありますがあのと考えております。伊坂委員ありがとうございます。私も被爆者の一人として原爆投日からもう70年71年が経ってどんどん被爆者なくなっていってるんですよね。平均年齢80歳を超えてで被爆の実装をね語り継いでいくということはねとっても大事なことなんでそれをね京都市が 行政の立場からね、その一翼を担っていただいていることについてはね、心からお礼を言いたいと思います、来年も続けてくださいで、その上でね、おっしゃった平和首長会議は、2020年に核兵器の廃絶を明確に掲げた首長会議なんですよ、そして同じく核兵器の禁止条約の、国際的条約の締結ね、これを求める署名運動もやってるとこなんですよね。 でこの平和組長会議に京都市は京都府の中でもいち早く加盟をしてその一員として力を発揮をしているわけです。で同時にね私と同じ被爆者の皆さんが今年の4月にね被爆者は核兵器廃絶を心から求めますということで被爆70年たって初めて被爆者自身が呼びかけた核兵器廃絶の署名をね今やってるんですよ。 これ世界にも呼びかけて世界で数億人規模で集めてで国連総会で今議論も始まっていますけどほんまに核兵器をなくしていこうともうこれ、ね、なくしてもう死ねないという思いで皆さんやってますで平和首長会議の理念と、ね、一緒なんですよ、ね、ですからぜひ、ね、局から市長に伝えていただきたいんです平和首長会議の一員として頑張ってる京都市そのトップである市長が この被爆者の皆さんが呼びかけた署名にも、ね、ぜひサインをしていただきたいと、まあ、今日うはあのダウンロードしてプリントアウトしてきましたのでこれ、お渡ししますからぜひ市長に渡して伝えていただきたいと思うんですがいかかがですか山本市長、えー、署名の件でございます。えー 市長でありますとか、あの本心に対しましては、いろんな団体の方々から、えー、それぞれのお考えや活動へのまあ、サインを求められることがございます。あの、こうした要請があった場合の対応につきましては、まあ、中立性等の観点も含め、えー、総合的に検討して対応をさせていただいておるところでございますので。あの。 先生お持ちの,その資料も拝見させていただいてた上でまで、対応検討させていただきたいというふうに考えております進行いたします、平山義一委員。えっと、広報・校長についてと、大学政策についてと、2点お伺いしたいと思います。まず広報校長についてですけれどもあの 今回は、今回はというか、今日は、えー、京都市の公式アプリであります、ハロー京都についてお聞きしたいと思います。えー、そのアプリケーションはですね、あのスマホ等で活用できるわけですけれども、まあ、こ,のこれ、公式アプリというふうに交渉しておられますので、これが、まあ、いわば京都市としての,このネット上の、まあ、 アプリとしての本筋であるというふうに思いますけれども、このアプリの目的とするところ、狙いはどういうことかと、それから現在のこのアプリの活用されている状況と、その効果について、お伺いしたいと思います上田市長公室長、はいえー。ハロー京都、えー、アプリの件でございます。 まず、狙いでございます。このハロー京都につきましては、昨今、スマートフォンの普及、これが飛躍的に進んでおります。こうした中で、すでに若い世代の方は、パソコンを持たずにスマートフォンでインターネットにアクセスする、そういう状況も生じております。従いまして、まずスマートフォンの普及にしっかりと対応し、 さらにそのスマートフォンの主たるユーザーである10代30代の方にしっかりと京都市あるいは京都市政に関する情報を伝えたいというのがまず狙いとして意図するところでございますなかなか市政情報っていうのが広く全世代に伝えるっていうのは一つの媒体では難しいですので、まあ、そういう意味で若い世代向けに考えたというところでございますでさらにもう1点、えー 京都の広報、京都の情報発信に関しては、やはり常に新しいメディアにしっかりとアクセスしていくと、まあ、こういう姿勢を示すということも重要だというふうに考えております。まあ、以上2点を狙いとしまして、このアプリを運用しているところでございます。活用状況でございます。8月末時点で1万6974ダウンロード。 ダウンロードといいいう状況になってごござざまますす効果でございます、えー、本来的な効果は多分ダウンロード数だけではなくてそのダウンロードされた方がじゃあそれを使ってどういうふうに市政にアクセスをしさらにそれによって例えば京都に親しみを感じたとか京都の何かが分かったということにつながる多分これが一番の効果だと思います。 とは言いますものの、まあ、昨年から始まった状況でまずはできるだけダウンロード数を増やしたいということで私ども今考えているところでございますダウンロード数という定量的な部分に関する効果ということで言いますとまだまだ不十分な点はあるんですがただ、他都市のご当地アプリ 何かがなかなか1万件のダウンロードを超えないっていう中では、えー、京都のこのハロー京都については、えー、それなりに、えー、件数は増えているものと考えております。ただ何度も申しますがまだまだ不十分ですので、えー、まずはしっかりとダウンロードして、えー、ここにアクセスする方を増やすということを考えていきたいというふうに思っております。以上でございます。平山義和君、えっとその1万 6900件のダウンロードなんですけれども、まあ、あのこのダウンロードのされた方の中身というのはこれはまあ分からないことではあるというふうに思います。でねその私もこれそのダウンロードしてるんですけれどもあの、まあ、若者向けっておっしゃったので私も見てもちょっと結構中チカチカしてですねあんまり あのどうやって使ったらいいのかで僕,僕はよく分からないどっちかというと姿勢掲示板の方が大変よく内容が分かるなというふうに思うんですけれどもこの、まあ、若者に好評であるかどうかこの若,若者に好評であってそのこれが本当に効果を発揮してその若い方が使ってくれてるかどうかということは、まあ、まだね取り組んで1年少々ですので、まあ、これから。あの 転生していかれれると思うんですけれどもあの私申し上げたように、ね、その作って、まあ、ダウンロードが増えましたとでその後の展開というのを、ねまあ、どうやっていくかということこれ大変に難しいというふうに思うんですねあの、まあ、そういう意味ではそのこの1万7000件弱の,そのダウンロード数がですよ、まあと比較してその。 多いといとう,うにおっっしゃったけれども、えー、京都市の人口や観光客のことやあるいはこれが京都市の公式アプリであるというふうに、えー、表明をされている点からすると決してその多いとは思わないんです、取り組み期間がまだ1年弱とはいうものの、まあ、そういうことで、えー、今,後今後の展開としてです、ねまあ、どういうことが これから考えていって取り組んでいけば期待ができるんでしょうか？ま1、あ、つおっしゃったのは、その姿勢情報を若い方にもっとこう。何て言うんですかね。それこそスマートに伝えていくということができるようになっていくのか、あるいは他にまあ本市としてこのアプリケーションを使ってですね。他にもっと何か新たな展開を考えておられるのかどうか、そこのところをあのまあ明確に。 ししていいいかなきゃいけなけ私など、よく分かりま先ほど申し上げたとおりよく分かりませんので、ね、それを現段階でこの場で確認をさせていただきたいというふうに思います上田市長、はい。今後の展開についてでございます、まず私ども、このハロー京都につきましては、目標数値といたしまして、1年目で1万ダウンロード、2年目で3万ダウンロード。 3年目で10万ダウンロードという数値を今持っておりますあの同じような角度で上がっていくというよりも、まあ、あの情報が情報及呼び、えー、人づてで右肩上がりでこうぐいっとこう角度を上げていくという、まあ、こういう性質のものだそうですので、まあ、そういう数値にできるだけ近づくように目指していきたいということを考えているところでございますで、えー、具体的に期待できるところなんですがまず1つは あの姿勢情報へのアクセス特になかなか先ほど申しましたように姿勢情報を に接する機会のない方がまあこういう情報を使ってアクセスするということができればいいとまあさらに実は最近ですと伝統産業ふれあい館なんかとも連携をしましてこのアプリの中から伝統産業製品が見れるとで実際はふれあい館行って買うとまあこういうふうな流れを作るさらにはコトキンライナーの PR ですとかまあこういうことを若い世代にしっかりと伝えられるこういうことがどんどん広がればいいなというふうに思っております わは 京都の魅力を伝えられたらいいなという点でございます。これは特に京都市民の方以外が中心になるかと思います。今回のこのアプリで一番人気のございますのは写真館でございます。本当にあのいろんな方が撮られた京都の素晴らしい景色が入っております。さらに最近はあの夜景景観というのも入ってございます。まあ、こういうのを見ていただいて、京都へ行きたいなとあ、京都はいいなというふうに思ってもらえる。まあ、こういうことも今後の展開としてさらにつつつ 広げていきたいというふうに思っているところでございます。以上でございます。平山吉和委員、えー、まあ3年目で10万ダウンロードが目標ということですので、10万ダウンロード行けばなんとなくその大分。 認知が進んだかなと思わんでもないんですけど、まあ、あの始まったばっかりですのでまずそのダ,、まあ、ダウンロードだけでは測れないですけれどもそのダウンロードがです、ね、しっかり広がっていけるようにまたその今後の展開を見てあの議論していきたいというふうに思いますで、えー、次ですけども大学政策についてですで、まあ、本市の大学政策、えー、決算実績表でいうと大学の街 京都学生の街、京都の推進というところ、これ、実績の数字を拾うと。 えーまあ、一番大きいのがこの交流センターの管理運営費ということでこれが1億8800万あるんですけどそれを含めても2億数千万の金額になりますまた留学生の施策も別にございますのであのそれなりにといいますか相当な金額をこの、えー、大学ということで本市の特色を出そうということで、えー、予算立てて執行されているということです。で事前にですね <laughs> あの局の方といろいろとお話をさせていただく中で、えー、他の政令市で,ですねあのこういう大学の政策というの,あのこれは、えー、福祉とかそういうことと違って、まあ、それぞれの市がまさに特徴を持ってやることですのであの 比較というのはなかなか難しいんでしょうけれども、どういう政策を他都市で行っているかということをいろいろ調査もしていただいて、一緒に勉強もさせてもらいました、それで、他都市と比較してです、ね、本市の大学政策の特徴について、ご説明いただきたいと思います。奥井大学政策部長 本市の大学政策の特徴について、平山先生からご質問でございます。まず、全国の大学の取り巻く状況に関してですけれども、京都におきましては、市内に38の大学が集積しておりまして、人口の1割に相当する14万7000人の学生が本学、市内の大学で学んでおられる状況にあります。で先ほど申しました、京都市内には38の大学。 がありますけれども、大学数の数で申しましても。も京都は東京に次いで多い数がございますし、人口割合でいきますと。とその人口の先ほど申しました。1割というトップの状況にございます。<laughs> 高度な学術研究を行う大学が市内に多く集積しています。このメリットを。 市民の皆さんにとってもより実感してもらえるように、また大学と学生の皆様にとってはもとよりなんですけれども、実感してもらえるように取り組むことは非常に重要であると認識しておりまして、京都が誇る学生の力、大学の力、地を京都市の発展に的確に反映させ、さらに相乗効果が高まるような取り組みをこれまでも充実してきております。 でまたな大学についてはあの、大学政策に特化したプランも作ってきておりまして、えー、先ほどの多都市の中においてはあの、そういうプランを、特化したプランを作っている自治体は、えー、比較的少なございまして、そういった意味でも、あの京都はあの全国に先駆けて、これまでから大学政策を早い段階で先駆けて取り組んできている自治体であると自負しているところでございます。以上ででございますすす平山和委員、まあ、多都市とと比較するとですねあの 留学生の方への生活の支援とかねこういうのはだいたいどこでもやってます <laughs> で、えー、大学と一緒に政策を研究をしたりとかっていうこともあのちらほらとありますけれどもその中身と予算についてはね京都が突出してるとは言いませんけれども図抜けているというふうに思います。<laughs> それで、えー これまで例えばあ近年では京都企業と連携をして学生の方が、まあ、京都の企業でさまざまな自治体験をするというようなことも始めておられますしこれまではあの未来の京都創造研究事業ということで、えー、市の政策について、えーまあ、いろんな専門家の方大学をはじめとした研究者の 知見を生かした研究事業を進めてきてそれを姿勢に生かしていこうという取り組みをされていますこれは本年度から大学と共同で研究をするという形でグレードアップをして取り組まれておりますこの未来の京都創造研究事業などは数年前に介護の関連で研究事業をされましてその後本市でも真のワークライフバランスの推進 があの非常に力を入れて取り組まれたというようなことで本市のあの政策推進にあの大いに役立てていただいているというふうに実感をしています。で、ま本誌が市民の税金を使ってこの大学あるいは大学生に対してさまざまな進行を他都市よりもま力を入れてやっていると。 いうのは先ほどご説明があったとおり2点大きなメリットがあるというふうに思いますこれは大学とともに学生の能力を引き出していくこれ学生にとって京都が本当に進学するようになった魅力的な街になるということです京都の人口に占める大学生の割合を見てもこの京都の町が学生にとって魅力ある街であり続けるということは本市の今後の発展のためにも必要なことだというふうに思います またもう一つは、大学のさまざまな知見を生かして、研究事業などを市民生活の向上、繁栄、向上などで市の政策へ還元をされているということだというふうに思います。でこれは、えー、さらにあの先ほど申し上げたとおり、グレードアップして取り組んでいかれてますので、まあ、この方向で,です、ね、しっかりと、あのー、 さらに力を入れつまり、えー、私はですねその市民の税金をがこの大学政策で特に本市がこの財政が厳しい中でですねこれだけ力を入れてしっかり取り組まれていくしかも、えー、大学の方や学生と共同で一緒に取り組んでおられるということを大変に評価をするものであるし今後、えー、ますますあの,との取り組みを 力強く推進していただきたいということを申し上げたいというふうに思います。それで、<coughs> とはいうものの、昨今の大学生の学生生活を取り巻く経済的な状況というのは、大変に厳しいものがあるというふうに言われています。ブラックバイトなどの問題、これについては、産業観光局のほうで、 本市としての取り組みを進めているということでございますけれどもそういう問題それから今政府としても一生懸命取り組んでいる奨学金の問題ですねこれも大変学生の経,経済的な面からの負担になっている状況があるということでございます。で今般の、えー国 この奨学金の問題についてはですね今般国の方で有利子奨学金から無利子奨学金え流れをシフトしていくということで無利子奨学金の枠をさらに拡大をしていくまた卒業後の所得に応じて返済額を変動する所得連動返還型奨学金もスタートさせていこうと。 さらに給付型奨学金をさらに充実をして、えー、制度を作っていこうということで、まあ、首相もスピード感を持って取り組むということで表明をされておられます根本的にはこの国の取り組みということがあの奨学金制度の拡充ということについてはあの大変重要になっていくわけですけれども先ほど申し上げたとおり本市が大変にあの予算も使い力も入れて取り組んでいるからこそ 本市には大学同士の横の連携や学生の声をしっかりと受け止めた情報というのを共有していけるという特色もあろうかというふうに思いますそこでぜひですねそういうこの政策を進めていく中であるいはこの学生生活の問題を研究課題として取り上げることもいいかとも思いますし さまざまな大学の関係者や学生自身とこういった日常の経済的な学生生活面での支援について情報の連携を図りながら日常的な学生生活という意味でも京都,の学生京都の大学を目指す方々にとって魅力的な町となるように取り組みを進めて 行ってもらいたいというふうに思います。まあ要望ということでございますけれども、えー、お考えをお聞かせいただきたいと思います。松野、あ失礼しました、奥井部長。おそれいります。平嶋先生からあの大学政策に対して多岐にわたってあのさまざまにあのお褒めとともにあのご指摘を頂戴しております。で難点かあのいただいた中で、えー、まずあの多角的な姿勢研究 未来の京都創造を発展・解消させた多角的な姿勢研究の事業についてご指摘いただいたかと思います。まず多角的な姿勢研究事業につきましては、京都の財産とも言うべき大学の地を、本市の施策に最大限に生かして、市政の課題解決を図り、本市の政策施策の発展につなげるため、本年度の新規事業として取り組んできているところでございます。 本年度および来年度の2年間で研究いただくテーマといたしましては、文化を生かした京都の活性化についてを設定しております。これは本年3月の文化庁の全面的移転決定を契機に、大学をはじめ、観光、ものづくり、和食、景観といった京都の強みを生かしながら、観光と文化、産業と文化、暮らしと文化、町づくりと文化の4つの視点で多角的に研究してもらうこととしており、現在、研究者のグループを募集しているところでございます。 これらの取り組みによりましてあの、しっかりと施策に反映させ、文化の力で観光が、産業が、暮らしが、町が元気になったと、多くの市民の皆様に実感してもらえるよう努めてまいりたいと思います。また、あの奨学金についてのご指摘もえいただいたと考えております。 総合教育としては大学政策を担当する局としまして、先生ご指摘の学生の奨学金の充実については、これまでから取り組んできておりまして、約15万人の学生が学ぶ大学の街学生の街として、学生が安心して学べる環境づくりが重要であると考えております。 大学生のおおよそ2人に1人が利用している現在状況にありまして京都市としては多くの学生が安心して学べる環境を整備する観点から現在の奨学金制度はさらに改善すべきであると同様に考えておりますこのような状況の中京都市会におかれましては平成26年10月に国への奨学金制度の充実を求める意見書全会一致で議決されておられますし京都市 我々としましてもこの間、奨学金事業の拡充について、国の予算、施策に関する要望行動を行ってきておりまして、この間の全会一致の意見書や、国への要望行動が積み重なった結果として、28年度、今年度の予算におきましては、無利子奨学金の事業費を3124億8100万円から3222億,億4900万円の約97億円の増額に。 対応人数で申しますと、46万人から47万4千人の約1万4千人の像になってございます。あのこのように、えー、多岐に大学政策としては、えー、事業、国への行動等、多岐にわたってくるものでございますけれども、今後ともあの鹿野先生方と、えー、意見をあの胸に踏まえさせていただきまして、さまざまに取り組んでいきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいいたしますはい、進行いたします。 吉井委員、はいえっと、まず、先ほど寺田委員がおっしゃってた京都賞レセプション、1点だけ事務、事業評価の中にこれ、出てないですよね、その辺どうですかえ辻担当局長。 はい、あの事務事業評価につきましては、あの会費ですとか、分担金ですとか、あの負担金、こういったものについては、内部事務管理というふうに位置づけられておりましてあの、事務事業評価の対象外、基本的には対象外というふうにされているところでございます。あの ただ、あのすみません今回あの、京都省の関係レセプションについてはその関係で負担金ということで、まあ、あの今まで事務事業評価の中には上げていなかったということでございますがあの先ほどの先生の,あの、えー からまああのしっかりと司会にも説明していくというお話もございまして、またあのこの負担金といえども、シ、えートと,と財団がまあそれぞれお金を出し合って、まあ、レセプションという事業をやっているということでございますので、えー、今後、事務事業評価に上げるという方向で、ちょっと見直しを行ってまいりたいというふうには考えているところでございます吉井委員。そもそも負担金というのが、そう位置づけがおかしいんちゃうかなって思うんですよ。やっぱすっぱと落ちひんっていうふうふに 思うんですだから主催者側でやってもらうのか、そうか補助金としてやってもらうのかいうことやと思うし、あの費者も深く掘っていかへんし、事務事業評価の中でこれ、出してもらえるようにできます 辻担当局長先ほど言いましたように、負担金ということでございましたのであの、今の中では事務事業評価の大きな国際交流の推進事業という中の1項目として挙げられているということでございますので、そこからある意味抜き出す形でしっかりと位置づけていくということは考えてまいりたいと思っておりますよしじゃあ,あの、しっかりやってください。はいえー、と次、えーとね 125ページの、えー、市政の企画調整等の中の地方文献改革、広域連携の推進、その部分の、えー、新規ということで、近隣都市との連携に関する共同研究事業、ここの部分なんですけどね、あの一応、まああの、一極集中を打破ということで、えー、昨年9月、総合戦略を策定して、 地方創生ということで、ね、しっかりと京都市としても今、取り組んでいただいているというふうに思います、でえーまあ、私もこれまでね、あの中心部だけと違って、山科、伏見、西京それぞれ周辺部、さまざまありますけどね、えー、市全体として、均衡ある発展ということでね、訴えてきました。もちろんあのあの5月の 大統領も言いましたけど、京都刑務所の移転、そしてその土地を利用して発展させていく、また伏見の地所、旧の陸運局ですね、そこの部分についてもしっかりとこういう地、活用していくということがやっぱり重要であるということも訴えてまいりました。でまあ、今申しましまた近隣都市との連携に関する共同研究 事業ということでね、これね、そもそも、えー、実施に至った経緯というのまず教えてもらえますか山本総合政策室長、はいえー、近隣都市との連携に関する共同研究事業についてでございます。あの 本庁におきましては、広域的な生活圏ということで、一定のまとまりを持つエリアを京都都市圏と位置づけまして、平成7年度に京都府、滋賀県、それから大阪府内の30の近隣市長によりまして京都市都市、京都都市圏自治体ネットワーク会議というのを立ち上げました。 そこではホームページ等によりまして、各自治体の広域で利用可能な施設の情報でありますとか、参加が可能なイベントの情報等を発信してきたところでございます。今後、人口減少社会を迎えるにあたりまして、自治体間の水平連携というのがますます重要になると考えております。 こうした取り組みをさらに強化していくために、昨年度は国の予算も活用いたしまして、このネットワーク会議の枠組みを活用し、この事業を実施したところでございます吉井委員あの補正予算を使ってね、27年度、えー、新しくどのような取り組みされているのか教えて山本市長。えー 大きくは2つございます。そのうちの1つでございますがこれは研究会の立ち上げでございましてもう1つはホームページのリニューアルでございます。1つ目の研究会の立ち上げにつきましては検疫内の自治体の連携事例というのを調査いたしましてホームページを通じまして情報発信 を行いましたそれからそこのことによりまして自治体で情報の共有を行ったということでありますとか大学の先生を招きまして基礎自治体の水平連携の在り方についてといった研修を行ったりあと自治体の地場産品の活用例でありますとか ICT とかアプリを活用した観光振興などをテーマとして若手の職員によって水平連携の在り方についてということで研究会を実施したところでございますまた2つ目のホームページのリニューアルについてでございますがスマートフォンでありますとかユニバーサルデザインに対応 させるということと、あと、それから各自治体の連携事例や、地方版の総合戦略など、新たなコンテンツを掲載するといった、こういうことをしてまいりました、以上でございま余震<し>。まあね、今、それぞれやってはるんだけども、その中で、まあ、最後ね、結果はやっぱり大事やと思うんですけど、結果、どういう形になってるのかというのを、京都市としても把握したのかな。山本市長 はい、えー、研究会を通じまして、えー、その成果でございますが、研究会とを通じまして、えー、各自治体におきまして、えー、連携事例の情報共有がまできるように。 なりま,したしまた自治体職員のここれらに関すするる認識を深めととということもできたた考えておりますまた水平連携に関する継続的な研究体制と研究会の体制というのも構築することができましたそれから具体的な成果として申し上げられるのはの今年の1月から宇治市におきましてまた4月からは木津川市におきまして京都 w i f i の提供が開始されました。 されたということが挙げられますし、また、あの4月1日からは京都市宇治市大津市との図書館の相互利用があの開始することができております。これらにつきましてもこの事業が一つのきっかけになったものというふうに考えております。また、ホームページの理由リニューアルにあのよりまして、先ほども申しましたように、あのスマートフォンでも対応できるようになりましたし。しまあ、楽しく分かりやすいと。 いう情報ツールを構築できたというふうふに考えておりますこうしたことからも非常に有効な取り組みであったかというふうに考えております吉井委員、まあ。有効な、ね、取り組みであったということで、まあ、それなりに成果出てるということですけど、まあまあ、変な言い方かもしれんけど京都市が、ね、一番大きい自治体という状況の中で多分周りの、ね、自治体が <laughs> 損得言うとあかんけど多分 <laughs> あの得したのかななとといいいうふうな部分もたくさんあるというふうには思いますしかしねやっぱりあのそういう京都市の周りのね自治体もしっかりとそういう意味で連携してんある意味こういろんな連携しながら発展していくそれがねやっぱり京都市にとっても絶対あのいいことやというふうに思うしやっぱり自分のところだけ良かったら、えー、っていうものでも違いますしねやっぱり周りもしっかりあの発展してもらって幸せになってもらったら 京都市としても絶対良い方向に行くと思うしね、あの続けていってほしいというふうに思うんですけど、今後、どのように取り組んでいかれるのか、お答え願います山本市長、はい。今後の取り組み、えー、あるいは展開についてでございますが、の人口減少社会におきましては、えー、各市との、えー、各都市と,のとか市長でありますとかの、えー、水平連携ということの協力があの一層重要性を増すものと考えております。の 効果検証というのを、あの行いながら有効な取り組みをこれからも続けていきたいと考えております。また、あのここに挙げさせていただいておりました。あの総務省のあの新たな広域連携促進事業という予算というのは、27年度の単年度事業でありましたが、あのこの研究会につきましては本年も引き続き実施をしております。あの今後も。 あの各自治体の意見も聞きながら、それぞれあの時期に過ごしたテーマをあの設定を行って、実際に連携に結びつく効果が出るようなえ会とネットワークとしてまいりたいというふうに考えております。吉井 まああのね、あの周りの自治体のほうが小さいかもしれないけれども、京都市にとって大変有効な部分も、ひょっとしたらあるかもしれないですしね、今後もしっかりと取り組んでいっていただきたいというふうに思います、でそれと同時にさっきも言いましたけど、しっかりとあのその成果、結果どうやったんかというのをね、あのその都度その都度やっぱりしっかりと京都市としても把握をしておいていただきたいというふうに思います。 でそれと、まあ、ちょっとこれ、け算がずれるかもしれないんですけど、あの先ほど冒頭言いましたけれど京都刑務所、また拘置所、伏見の拘置所、そして旧農陸運局ですね、まあ、前向きな形で取り組んでいくということで、京都市としても進めていっていただいているわけですけれども、今現状、こういう地についての、 お取り組みというのはどんな感じになっているんですか辻、ね、担当局長。はいあのー 5月司会、それから9月司会の本会議のそれぞれ吉井先生、茂先生の方からご質問いただきまして、市長の方からご答弁をさせていただいているところでございますあの。我々もこの市長からの指示を受けまして、この9月1日の日には、町内の戦略チーム、これを作りまして、えー、京都刑務所、それから高知省、それから運輸支局、この3つを対象としまして、まあの、5つの観点から検討を進めていきたいというふうには考えているところでございます。で1つはまああの 将来のまちづくりですとか、地域の振興に向けた跡地活用の方向性、まずこれを検討していこうというのが1点でございます、それから跡地活用を検討していくためには、施設の移転というのが前提となりますので、2つ目には移転先での立地条件など、これを整理していこうと、それから3点目には移転および跡地活用によってどのような効果が生まれるのかという、それを検証していこうと、それから国や地域の皆様も含めて議論していくと。これはあの市長も あの申しておりましたけれども、そういったこともしっかりと進める必要があるということで、まあ、4点目には国および地元等への働きかけ、そして5点目として市民党への機運醸成、まあ、この5つの観点から検討を進めていくということにしているところでございます。で、その中であの、えーまあ、この町内戦略チームの中でも検討いたしまして、まずあの京都刑務所の関係につきましては、あの山科区民の皆様へのも意向把握をするということで、市長も答弁しております。えーえー おられたところでございますこの件についても町内戦略チームで検討いたしましてこの10月の4日今週の火曜日からでございますけれども山科区役所の方で実施をされております第2期山科区,区の基本計画に関する区民アンケートこの中に京都刑務所に関する質問を設けさせていただいて今現在意向把握に努めているというところでございますこのアンケート結果をもって京都刑務所についても検討を進めてまいりたいというふうに思っております。 あのこの11月には、えー、京都刑務所、それから、えー、あすみません。 拘置所、それから運輸支局に加えましてあの、京都刑務所についても改めて国の方へ、えー、要望へ行きまして、移転検討について、えーまあ、本心の思いというものをしっかりと伝えてまいりたいというふうに考えているところでございます。あの何もちょっとあの長期的な展望には立たざるを得ないと思っておりますが、あのしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。よ<し>あのー まあ今ねやってもらってるアンケート大変結果重要になってくるというふうに私自身は思ってますでそんな中でねあの現状として山科でもいろんな噂がもが出てますで大型スーパー来るの違うかなとかねもう何にも決まってへんけどもうど,んど,んどんどんそういうあの話がねあの他の会派の皆さんからもいろいろとお聞きしてますで地域でもねそういう声が上がっても事実ですわだからやっぱり共都市としてねしっかりとえその都度その都度、ね やっぱりあいろんな形で発信していってほしいしだから、あ今さっき長あの局長おっしゃったようなあまだかなり時間かかるっていううおっしゃったけどもちろん時間かかるかもしれんけどねやっぱり京都市としてどういう形でこれから進めていくんかっていうのか、ね、しっかりとあの明確にしていってほしいしやっぱり絶対やりきるんやという、ね、思いの中でやっていってほしいという,ふうに思ってるんですけど局長、どうですか 藤原局長どうです、はい。藤原総合企画局長。はい。あの吉井委員の方からご質問ございました。山城の工事所と国の用地の跡地活用というお話でございます。えー、まああの現に国が使っておられるものでもございますので、その移転、さらにはその跡地活用というのは長期的な視野に立って 取り組みを進めていくべきものかなというふうには思っておりますけれども、いずれにいたしましても、非常に広大な用地でもございますし、今や交通自便なところにあるという貴重な用地でもございますので、これを未来の京都の発展のためのまちづくりに生かしていくことは非常に重要だというふうに思っております。えー 使命感を持ってですね取り組みを進めますとともにその取り組みの不知名不知名にはしっかりと市民の皆様にもですね、えー、情報提供をさせていただいて気運の情勢にも努めてまいりたいこのように思っております。進行いたします西野委員、えー。私からは文化庁の移転についてお聞きします。ま。 あの国の町人仕事創生本部の中でも、この省庁移転は大きな課題になっているというふうに思います。文化庁の移転協議会の議論の中でも、山田知事が、応分の負担であり、まずシナリオが決まらないと定量的には申し上げられないと、まあ、移転をするのはあくまで文化庁であるか。 から規模や移転場所などを示してもらわないと応分の負担の中身は決まらない。こんな風にも発言をされています。その通りだというふうに思います。で年内をめどに法的な課題、必要経費などの検討が予定されていますけれども、まあ、明日その第一回目の文化庁の移転準備会議が開かれるということもお聞きしておりますけれども、現在の進行状況はどんな風になっているんでしょうか。 吉川京都創生担当局長、はい、あの文化庁の移転につきましては、常、え、任、ー、会の場でも、節々ごとに、えー、ご報告をさせていただいているとお、まあ、りでございますけれども、えー、8月25日に文化庁移転の概要と。 いうことで国の文化庁移転協議会の中で、えー、文化庁の機能強化の方針それから移転に向けた具体的なプロセス工程が、えーえー、定め示されたところでございますでまあ来年度の先行移転の実施それと本格移転に向けては、えー、先生今お話ありましたご紹介ありましたように年内を目途に、えー、候補地を選定それと法的な課題の検証と。 それから来年8月末を目途に移転場所の決定それと費用負担の決定等を進めていこうとこういった方向性が示された。 こういったことを受けて、えー、地元として受け入れ体制を検討するための、まあ、会議を立ち上げて、えー、具体的な協議を進めていこうということでございますけれども、えー、具体的なその今申し上げあのおっしゃいました地元の庁舎建設等への応分の負担につきましては庁舎がどこにどういう規模でということがまだ 今年の年末からさらに来年8月にかけてこういった形になってございますので、そういった状況を踏まえつつ、決定していく、協議決定していくことになるというふうに考えてございます西野委員。まあ今後の取り組みの中で決めていくということなんですけれども、まあ、あの経済総務委員会の中の質疑のところでもね、 その大分の分負担について、えー、国の機関である建物を地方自治体が建てるということに関しての議論がありました、えー、そこでのご答弁なんですけれども国が負担すべき費用を地方公共団体に割り当てて負担を出させるということは、えー、地方財政法で禁止されているとで建設費を国の方が割り当てて負担を出せというふうに国の方から言ってくるとこれは法律を改正しない限りは できないとただ自治体の方から従前は地方公共団体が国あるいは国の関係機関などに対して寄付的な行為現金の寄付あるいは、えー、寄付に相当するような行為をすることについては法律で禁止されていたけれども23年度の法律改正で自発的に自治体の方から国の方に寄付あるいは寄付に準じるような行為をすることは 禁止をされているわけではないこんなふうにご答弁があ,ありましたで京都市が自,自発的に負担をすれば違法ではないということなんですけれども、この今の市の財政を考えますとね、どこまで負担をするのか、えー、国の負担を求めるのが筋ではないかと私は思うんです。で、応分の負担とはどこまでを示すのか、まあ、これから検討されるということなんですけれども、その、 移転の時期、移転の場所、移転費用、そして移転後の経常的経費、この応分の負担ということなんですけれども、この負担なんですけれども、ふとね、京都市と、そうどういう負担になるのか、でまあ、あの具体的な数字というのはこれからなんですけれども、大体、これ以上は無理だというふうな、そういう目安というのはあるのかどうか。 あーその辺ん、いかがでしょうか吉川担当局長、はい、あの国と地方の,その負担の法的な解釈等々については、えー、常任委員会でもご答弁申し上げまして、今、先生のほうからご紹介あったところでございます。でえー、負担の限界とかあの 風との協議状況については先ほどもご答弁申し上げましたように文化庁がどういう形でどれぐらいの規模の施設を必要として どういうふうに機能を強化してくるのか、こういったことが来年、年末から来年8月にかけて明らかになっていく、それを踏まえて、地元としても具体的にどうしていくのかということを協議するということになっておりますので、現時点で、どこが限界とか、どういう協議があるとかということを申し上げられるような段階ではございません西野委員。具体的には言えないにしてもね。 京都市からこれだけぐらいはできますよというのはあると思うんですねで。国の言いなりになってどこまでもその負担が増大していくというふうなことになればねやっぱりこれは問題だっていうふうに思いますのでねそこのところの限界はねしっかりと踏まえておいていただきたいなというふうに思いますし、えー、移転先に必要な条件というのもね示されております。例えば文教関係の施設が近隣に集積して 京都ひいては我が国の代表する文化的な環境の中にあることだとかね交通の便が良いこと国の庁舎として適正な規模であること ICT 環境が十分に整備できていること国の機関として必要な耐震性や機能を有していることこんなふうにいろいろね条件がありましてハードルはかなり高いなっていうふうに思ってるんです。でその一方で 移転による過度な費用の増大を回避する必要もあるというふうにも書かれているんですねですからこれ、えー、相反するようなこともこの検討会議の中でも出されているわけですからこの辺はねどんなふうに検討していくのかやっぱりそのスタンスが問われているというふうに思うんですねあの京都市としてやっぱりこれ以上のところは無理ですよ いうふうなところも、ね、しっかり持っていただくということは必要だと思うんですがどういう立場でこういう検討会に臨んでいかれるのかいかがでしょうか。吉川担当局長 はいあの文化庁、昨年,の昨年度の、まあ、誘致の経過の中で、えーまあ、文化庁が来ることによって、えー、地元、京都にとっても、まあ、あの国際発信力の強化でありますとか、えー、都市格の向上も含めて、えー、明治と,ともに文化首導になっていく、こういった地元としてのメリットもあると、さらに国に対して、今回の中央、えー、省庁の移転を ご決断いただくためにも、地元としての本気度、あるいは京都の覚悟を示していく必要があるということも踏まえて、ございまして、土地の提供、それから庁舎建設についての応分の負担、それから住居等の受け入れについて、住宅等の受け入れについての協力。 ここういいったたとををお約束をしたわけでございます当然4月以降国との協議に臨むにあたりましても地元としてお約束していることについては、まあ、誠実に対応していくということでございますけれども一方でその応分の負担の範囲については、うん、我々も文化庁の機能強化の方向とかあるいは地元としてどういうメリットがあるのかとか。ちょっと どこにどういう施設ができるのかこういった状況を見ながら、えー 地元としても協議をした上で、国とも当然協議をしていく中身であろうというふうに考えてございます。国から当然、一方的に押し付けられて、一方的に決められる、こういったことは冒頭のご情報がありましたように、地方財政法にも課題があるというふうに思ってございますので、地元として協議して、国とも協議をして、決着をつけていく問題であろうというふうに考えてございます。西野委員 まあ国から押し付けらられたという形じゃなくてもね国からこんなふうにしてほしいと言われて、えー、分かりましたと言って京都市が認めてそしてこれをおー、まあ、受けると受けるというんじゃなくて京都市が差し出すというふうなね 提案するというふうな形になればねこれは当然できるというふうになっていくと思うのでねその辺の見極めといいますか限界きっちり持っていただきたいなというふうに思ってますであの文化庁の地域文化創生本部歌唱ですけれどもねこれが立ち上げられるということで事務局30名のうち文化庁からは10名とそして事務局長ということが提案されてね一部の先行移転 に向けた取り組みで、えー、例えば京町屋などの住宅事情のて、えー、住宅の <laughs> 提供がな、えー、言われていますであの感謝を作るのはまだ未定だというふうにも言われていたんですけれども交通の便が良いことが条件だと言われていますからやっぱりこういったところでもね費用の高騰っていうのはありえるんじゃないかと私は心配をしているわけです。 だからあ,のあまりにも高騰になるようだったらはっきりとね国に対してもものを言っていただきたいなという,ふうに思っていますそしてまたあのこの創生本部の取り組みに対してですけれども来年度予算22億2000万これを要求するんだというふうにも書かれています、まあ、この具体的な中身今さっきからご答弁ありますように全くよくわからないわけではありますけれども しかしこれだけの予算がつくということでね私は分からない中で予算だけがボンボンついてるというのでちょっと違和感を感じているんです。でまあ新聞報道ではそのうちの20億円で文化財を使った観光拠点のモデルケースとして外国人向けの,その案内板の設置この費用に充てるとそしてまたもう一つは文化芸術 を使った地方創生モデルとして食文化や美術館を生かし地元経済の活性化につながる先進的事例を10所ほど募集をするんだというふうに書かれていました。これの具体的な中身はどういったことになっているのか、そしてまた残りのあと2億円ほどは先行移転する文化庁組織の執務場所の賃料だとか出張費だというふうに書かれていました。でこれが 国の言う文化庁の機能強化ということにどうつながっていくのかなというふうに思いますし、この先行移転の中での市の負担というのはどこまであるのか、この辺はいかがでしょうか吉川担当局長、はい、あの今ご紹介ありました文,部文化庁の概算要求22億円。これのは 地域文化創生本部で実施しようとしている、まあまあ、新規事業の概算要求の額でございます、えー、先進的文化芸術創造拠点形成で、まあ、15億それから観光,観光拠点形成重点支援事業で、まあ、5億 それから地域文化創生本部の管理費等々で2億あこういった大きな内訳でございます創生本部の中ではそういった新規事業概算要求で上がっている新規事業以外に既存の事業の中でも京都で実施していこうというものを東京から一部切り分けて京都の方で実施していこうというようなこともお考えになっておられるということでございます新規事業につきましては概算要求の情報ということで 文化庁の方からホームページ等々、対外的にもオープンにされているところでございまして、我々もそういった情報で把握をしているところでございます。これらはあくまでも文化庁が文化庁の予算として創生本、地域文化創生本部で実施される事業ということでございますので、これについて京都市の方から経費的な負担が生じると、こういったことではございません。たただ地域文化創生本部を実施してていくにあたって 文化庁がま30人程度の体制で実施をしていくというふうなことを考えている。中で、国の方の定数の状況等も踏まえて、文化庁からはま10人の職員が来ると残り20人を。 京都あるいは関西の自治体、あるいは経済界、あるいは関係団体、大学等々から人的な部分でご支援をということで求められているところでございますのでえ地域文化創生本部についてはそういったマンパワーでの協力それから 室の確保この辺りが京都として協力していく課題になろうかと思います。それと職員については現時点では感謝を立ててくれとかそういった話ではなくて既存の京都市内の住宅事情状況等の情報提供を求められているとこういった状況でございます。西野委員 えー、そうしましたらその住宅などに対する支出これが京都市に求められるんじゃないかそしてあの京都市のそこに派遣をする残り10人です、ねえー、あ20人の,その職員さんの人件費というのは京都市の持ち出しになるわけですよねですから京都市の負担がないということではないと私は思うんですね。 その辺もこれからおいおいはっきりしてくるのか,のかもしれませんけれどもあのどれだけこの文化庁が京都に来ることに対しての京都市の負担分これを早く明らかにしていただきたいというふうに思いますあの今明らかにできないとしてもね明らかにできるようになればもう早く <laughs> あの市民にしっかりと情報公開をしていただいて。 であのー、そこでこれだけの負担はあるんだけれどもこれだけ効果がありますよというふうなことも多分おっしゃりたいんだと思いますので、えー、その辺のことを明らかにしていただきたいなというふうに思います。でまあ、あのー、こういった国の流れの中でね、えー、市長が文化財は活用しなければ保護できないんだとこういう発言もされておられます。で、えー、そういった中で例えば下鴨神社のねバッファゾーンに。 マンンションの建設を認めていいくととここういうこともありました。で二条城のコアゾーンに観光バスの駐車場を作るんだとこれ京都市の提案なんですよねであのこんなふうに世界文化遺産これがないがしろにされているこの京都市の状況があります。 で二条城の二の丸御殿の天井側ああ傷むからということでレプリカに取り替えられるということで観光客には本物を見せないというふうなこういう文化の行政が京都市の中にあるわけですね。であの本物の塩壁側はきちんと修復して保管しなさいとこういうことが文化庁から言われたんだということで、えー、ちゃんと その指導指示に従って保管してますよというふうなご答弁もあったわけですけれども、あのー、先日ね議員研修で、えー、アットキンソンさんもおっしゃってましたけれども、まあ、あの場合二条城を例に出されたのは三、あのー、の丸のことで、えー、説明の仕方がおかしいというふうなことで例に出されてましたけれども、あのー、この二条城の、あのー、天井画についてもね 本物じゃないわけですよねこれ、えー、本物になぜしないのかといえば傷むからということでこここの場所をいろんなイベントに使いたいからだということで傷まないように保存するんだというふうなこういうことになっているわけですね。私はやっぱりこういったことで文化が向上するのかなと思うわけです。 ですから、やっぱりこういった文化庁が京都に移転するんだったらもっともっとね呼んでこようと言うんだったらもっとしっかりとした筋の通った文化行政これをしていただきたいというふうに思うんですけれどもそういった点ではいかか。がでしょうか吉川担当局長。 はい、あの今回の文化庁の、えー、すみません8月25日に取りまとめられた文化庁の移転の概要この中でも、まあ、これまでの文化行政をまあ振り返る中で、えー、我が国の文化の深さと多様性を十分生かしきれないと。 たもの文化財あるいは文化芸術を資源として捉えてそれを社会の発展とか経済成長につなげていくような文化行政への転換が必要であると、まあ、こういったことが謳われているわけでございますまあ、文化財を活用して広域観光等の充実を図っていくとかあるいは文化を資源として観光産業教育福祉まちづくり様々な関連分野と連携して総合的 文化行政をさらに深めていこうとあるいは生活文化等を見直してそういったものを掘り下げて活力につなげていこう、まあ、こういった新しい総合的な文化行政の広がり 進化こここううういいいいったたとととを目指していくというような方向性が定められたところでございま,すまあそういった状況を踏まえながら、えー、我々も京都市としてもこの文化庁の新しい方向性に、まあ、先行するような形で文化とさまざまな関連,産業分関連分野との連携等も図ってきたところでございますし、えー、二条城の活用等についても、えー、保護一辺と,ということではなくて、えー、生かしていくというような視点で取り組みを進めて ているというふうに理解をしてございます、えー、基本的に国の状況等も見ながら京都市としてもこの文化庁の新たな文化行政の展開に京都として何ができるか京都だからできることまあ、こういったことをさらに考えて進めていきたいというふうに考えているところでございます西野あの私が言ってるのはね、ほぼ一遍と がいいといいととうななことは言ってないんですねただあの資源としてね活用するということでせっかくあのア,トキンソンがアトキンソンさんがよく言われてましたあの30時間、えー、違いますが30万かけて14時間かけてここまで京都まで来てそして本物が見れないわけですよね、えー。こういうことで本当にいいのかということなんですよ。 だからやっぱりい,いろんな例あのアトキンソンさんもおっしゃってましたけれども漆器の問題だとかね共有友の問題もおっしゃってました本当本物がしっかりと京都に行けば見られるんだということにならないとやっぱり京都の意味がないというふうに私は思いますで文化を通じて全国を元気にするんだとよくおっしゃるわけですけれども一体これがね、えー、観光振興だとか伝統産業の活性化 これが文化庁が来ることとどう関係があるのかなというふうに私は本当に疑問に思っています。だからやっぱり文化庁の移転にかかわらず、こういったところにしっかりと予算をつぎ込んで進めていくということこそが本当に必要だというふうに思いますので、この立場で今後も進めていただきたいということを求めて終わります質疑の途中ですが、暫時休憩いたします、再開時刻は3時15分、3時15分でございますので、お願いいたします。